ナミさん、ご無沙汰です。メッセージありがとうございます。チャンネルを2つご紹介いただきまして、それからですね、音声を15分ほどにいただきましたね。これからですね、私はね、民謡の稽古に行ってまいります。民謡はすでに始めて3年なんですけども、賞状が並ぶようになりました。トロフィーもね、ちょっと隠れてますけども、トロフィーも取れるようになりました。いや、本当にね、人生は変わるもんで、麻雀店を脱出してネットビジネスもまあ一定量卒業してですね、今はこうやって、金利と利回りの隠居生活を送って、バッチリと大和くんとね一緒に、あ、もう寝てますけども、過ごすことができております。ナミさん、これからもよろしくお願いします。とりあえずね、帰ってきたらナミさんのチャンネル紹介させてもらいますんで、ちょっと待ってくださいね。はい、それでは一旦失礼します。